力みがなくなってきた感じはもうかなり結構精度は上がってるんじゃないかなと感じれるんで、割れる方法を持つ方とちょっと力みが出る方、もしくはその力みたくないなと思う方に、まあ、おすすめのバレルじゃないかなと。トリニダードゴメスタイプ6、近日全貌が明らかに。さあいよいよですね、いよいよ始まります、湯の木福山ペア対ラティフ木下ペア。さあこれね、どうしても吉弘さんに目がいってしまう。そうね、まあちょっと本当そのご存じない方にとってはね、あの、まああれですけど、まあやっぱ7、8年、まあ6、7年前のトッププレイヤーですからね、日本のまあだいぶのんべいだったですかね、今日。あ、本当、はい。まあ、久々に参加よね、久々を見て、で決勝まで来るからやっぱすごい、すごいマックスやけんね、はい、持ってるんですよ、持ってますね、ちょっと楽しみね。もう僕たちもベスト8でラティフペアに負けました。ああ、順平がなんか今日これで見た感じ、まあ結構いい感じね、はい、なんかちょっとそのポイント見つけたのかなみたいな気がしますけど、まあ、さっきもヤンマーさんとプレミアやってたんですけど、うん、めちゃめちゃ入ってましたね。あ、どっちが勝った？ヤンマーさん勝ちました。あ、ヤンマーさん。そうですか。あ、じゃあそれで山田選手対高橋選手がやるんですね。あ、先呼ばれて。はいはいはい。なるほどなるほど。さあ、赤いキツネと緑のタヌキみたいな。で、ポイント差湯の木さんがやる。変な感じ。結構今から猪木さんが瞑想しながら投げるね。フリーズしたのか。でも昔より早くなった。全然全然、うん、だけど相変わらずとんがり靴履いてます。スマリスーちゃんね、あれスニーカーだからですね、あのとんがり靴。そうそう、もう、あれこうですよね。いや違いますよ、プーマのスニーカー。そうそう、お、はい、それが誰か知りたい。はい、うわー、まあまあそうですね、マックスフライトですから。猪木最近いいですね。いいですよね。うん、猪木さん昔からパーフェクトで結構強いですよね。うん、なんかなんかしれっとね、はい、結構しれっと上位に来る感じはあります、はい、最近結構コンスタントに上がってきてる気がしますけどね。アゲイン、うん、すごい、すごい、すごい、3本目。やっぱすごいと思う、やっぱ、うん、まあ、やっぱりパーフェクトでダーツを忘れてもベスト16ぐらいまで入ってましたね。そういうことが、ね、うわ、おすごい。どうしたんですか、会場で某プロの方に借りて投げたらですはい、それは初耳だめだね、そのプロとしても失格だね。もう5年前ぐらいでもう時効感ある。それはひどいね。ありがとうございます。合ってます。じゃあ、え、何ですか。はいはいはい。合ってたんですね、あれ。そうですね。はい。はい、ということで、猪木チームが競り勝ちましたね。オープニングで。はい。なかなか長そうです。まだ入ってないけんね。固めてる。うん。邪魔にならないですか、投げるときに。いや、結構あの、なんていうんですかね、視界がこう狭くなるんで、狙いやすいです。ああ、なるほど、はい、次元大輔の。そうですね、はい、理屈みたいな。あの人、次元大輔って帽子取ったら当たらんらしいね。あ、そうですね、なんか帽子が大事って言ってますね、うん、けど、あれはなんか、ハットなんでそんな関係なさそうなんで。まあ、でもやっぱそう言ってますね、なんかあの隙間から見るみたいな、そういうことなんですね。はい、はい、パッド。さあ、1ラウンド目、あ、次の放送ですね。はい、正解です。お、来ました、吉弘さん。あ、来ましたよ、はい。全然投げ方変わんないですね。そうね、はい。うわ、いい、超思いっきり。素晴らしい、パッド。素晴らしい。来ました。まあ、緑のタヌキ。あ、緑のタヌキが。緑のたぬき、僕たちした時も01最後一本も外さなかったんですよ、あ、順平が、はあ、あ、いや、今日いいんですよ、なんか、自分で今日チェンジアップ投げますって言ってますけど、
チェンジアップ、はい、どういうことですか。なんか飛びが悪いときはチェンジアップ投げてますゲーム。ああ、はい、それはもうあくまでもすっぽ抜けじゃなくて狙ってしまう、はい、ということですね。はい、素晴らしい。うまい、うん、マックスフライトの決勝戦らしい、ね、うん、いい試合です。もっと、あ、まあ、やっぱトーンはどうですかね、絶対、うん、まあ、これね、結構その外国人選手のフィールドが話せてるからいいですよね、うん、ここ大事ですね。とにかくその、まあ、もう狙ったところに入れる競技ですからね、うん、あ、まあでも、まあ、グルーティングが悪くないですね。見えない、うん、すごい、ナイス、あ、うまいですね、いい感じ。さあここはしっかり削って、まあ、できるだけプレッシャーかけたいと思うんですね。お、ナイス。これはブルーニーですね。なるほど、なるほど。これでもちょっとあの、あれかも、いい感じの信頼感というか、こういうね、こういうのね、シングルでも36だし、わー、ここで、美味しいとこ、まあ、美味しいとこ持っていきがちですからね、彼は。ほら、あ、やっぱ ね、 すごいですね、みんな、うん、すごいすごい、まあまあやっぱもう今日決勝まで来てるんですかね、そうですね、顔色変えずね、うん、なんかあんみたいにもならない、うん、そうね、うん、まあやっぱね、34ってそんなこう気持ちのいい数字じゃないですからね、はい、じゃあ先週浜田さん、あ、じゃあ、お礼さん、どうもありがとうございました。帰るところを引き止めちゃって、嫌な顔一つせずね、ありがとうございます。ガンはつけられましたけど、やっぱあれはもうそういうことですから。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。お帰りなさい。ただいま。あら、どうですか、どうでしたか。いや、もう言うことないっす。ないね。今夜が山田です。ただそれだけです、うん。そういうことですよね。はじゃあ、切り替えてこっちに。そうですね、はい、地域はさ、はい、吉弘とかは、まあ、正直その現役の時は全く知らない。そうやね、そのもう本当、うん、パソコンで見るぐらいしか知らない。そうね、はい、で最近になってこう大会にで会うようになって喋るようになりました。うん、はい、だから本当に現役の時はあんまり顔はしない。うん、いや、すごいすごい大先輩。まあそうね、はい、大先輩です。初代ですかね、トリニダードディーですよね、最初の初代プレイヤーの一期生みたいな。いや、もう本当そうですね。ちなみに、ちなみに、はい、吉弘さんのバレードの名前とか覚えてます？モラレス。おー、で、あ、だって正解です。ゲンさん使ってましたもんね。モラレス使えたっけ。はい、あ、本当昔レイ、もうありとあらゆるダッツ使いました、最初の頃は。あ、ナイス、さすがラティフですね。さすがラティフなんですよ、この伸びからの、うん、ナインセブンですからね。そう、まあ、さっきそこで話したよったようなことですが、はい、やっぱそうです、ね、ね、狙ったところに入れるっていうことをただただやってるっていうことだよね、うん、はい、うん、ただこのイノキング、イノキングがまあクセモノ、ハンチングがクセモノペアなのよ、このイノキとヨシヒロペアっていうのは。そうですね、もうただ臭いです。あれ臭いじゃない、クセモノですね。なんてリアクションしないかね、なかなかドスが出てきた、なかなか臭いです。そこフォローし、ああナイス、湯の木が臭いのかなと思ってさ。いやでもいいダンスですよ、本当に。いやいや、でも本当に本当にいいダンスよ、はい、9-6-7ですよね、うん、相手は7-7-7ですから、うん、
緑のタヌキいいですね。これ15いったら、あーちょっと力んだのかな。なかなかすごいダーツですね。まあいいですね。今日は7点台対6点台、ね、これを高校でまくるってかなり大変ですね。はい、ワンチャンミスマッチにしかならないので、ベッド出してミスマッチですからね。あートライしましたね、さすが。まあでもちょっとある意味賭けに出たっていうことね。プレッシャー賭けに行ったっていうところですね。まあその状況から行くとね、まあその向こうが持っていく確率が高いから、はい、まあまあこうちょっと揺さぶりに行った的な、はい、けどっていうところですね。まあちょっとまあほぼほぼまあ完璧なダーツなんで、なかなか揺るがないですよね。乗ってますからね。と今のは何ですかね。今のはちょっとこう合図、なんか行くぞって、行くぞって、はい、お前行くぞって、行くぞって、はい、新しい技を猪木選手が身につけたですな。そうですね。いや本当強いですね猪木さんは。いやさっきもね浜田選手と言ってたんですけど、最近特にね結構上がってくる回数が増えたなと思います。そうですね。やっぱ北海道から帰ってきて。なんか見つけたね。あのね、猪木さん、北海道でそこそこ人気だったの。あ、本当ですか。はい、ダーツ界で人気だった。そうなんですね。女の子から人気だったの。女の子からというか、まあほら、元来のいじられキャラというかね、はい、まあ誰からもあんま基本的には嫌われないと、はい、そう僕は思ってるんですけど、まあね、おわ、猪木かみたいな。いや、猪木さんなんですよ、マジで。九州ではあんまそういうことね、なかったです、ね、あそこで一皮むけたんだと思いますね。あらら、ここに来て、あらら、まあここで、まあ、勝ちはなくても三レグにつながる3本であってほしかったところですけど ね、まあでもそこはやっぱり経験があるから、すぐに切り替えるでしょうけど ね、まあちょっと本人不本意っぽい、はい、ちょっとここでずれたりすると、やっぱり一覧の目に響くんで、みんなすごいですね、めちゃめちゃ入ってます。30ぐらいはありますね。あ、すごい。まあもう6点と5点後半ぐらいはありますね。うん、ね、そのけど、まあ、でもでも多分やってる本人たちはもう本当先行勝ちだな、しょうがないっていう感覚だと思います。ね、でも先行で取れたラティフ純平さんペアはもうよしよし、次だなっていう感覚だと思います。でここで大事なコークなんですけど、そうですね、上ですね、これ上ですね。まあ職人芸が出れば。中につけれるんじゃないかと。猪木さんの、はい、これ多分ねこの先行は多分取れたら大きいです。あ、大きいです、ね、あ、乗りましたね。乗っかった、乗りましたね。お、アゲインですね、横から中につけれれば。これ2つ揃うのはやっぱちょっとプレッシャーになるんじゃないですか。うん、そこはやっぱ、おーと、なんか今も出ましたね、あれだ、ホームラン宣言並みの、じゃないの、ちょっとこう何本か、はい、立てましたね。でも上がかぶさってるんで、ね、ラティフも横から狙わないといけないんで、うん、ちょっとやっぱ狙いづらい で、ね、で狙わなきゃいけないっていうところが力みにつながるんでどうかっていうところですね。わ、うんうん、ー入れてきましたね。どうですかね、どっちも外側ですけど、リアクション的にどっちですかね。ラティフっぽいですね。大きいですね、やっぱりゼロワンは先行が。そうですね、いいな。お互い外さないことを考えるとやっぱり先行有利ですからね。1ラウンド目が、はい、入れば、うん、はい、まあ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 、まあ、先行ですから、はい、ここでハットを出さなきゃいけないっていう考えでどうなるかっていうところですね。まあ、考えない人もまあ中にいるじゃないですか、はいはい。まあ、とにかくそのね、自分の早くもそう、早く消して早くゼロにするだけだという、うん、でも試合展開をの分かってる人ほど頭にやっぱり浮かんでしまう、うん、ハッとここは出しとかないと、うん、でもやっぱり猪木さんはそこはさすがに、さすがですね、しっかり、うん、納得してないけど、うん、まあちょっとね、ねじ込んだというか、うん、でもやっぱり入れたもん勝ちです。そうですね、はい、おっと、飛んでまとめれればまだ先行は有利ですね、はい、まだ先行ですね。ここでハットで来れば完全に先行にプレッシャーをかけれるん で、ね、展開は全く変わってきます、ね、
3本目はもう絶対欲しい。あー、ナイスですね。これでやっぱり打たなきゃいけなくなるんで、先行が、うん、はい、先行有利っていうよりはしっかり打たなきゃ、うん、やっぱそのゼロワンはその、まあ、シンプルなだけに、そうですね、逆に難しいです。メンタルが、はい、出やすいです。重要ですね、はい、また出ました、ね、今日出すね、よく出ますね、うん、でもここでハッと出れば相当な有利にはなりますね。5ラウンドが見えてくるんで、もう今のところ先行のラティフペアは5ラウンドないんで、はい、ああナイスです。これでかいね、これでかいですね。ああやっぱ面白いですね。プレッシャーはかけれてますね、完全に後攻からは。うん、1本目きつい。最低かな、まあそうですね、まあ飛んで、まあ、飛んでね、なんとかという、そうですね、完全にこれで先行後攻入れ替わったんで、うんうん、5ラウンドが見えてきましたね。おっと、上がり目がない、うん、あここで削りたかったところですけど、うん、そうですね、まあ、ここ決勝戦、まあ、けどまあプレッシャーになってることには変わりないんで、やっぱり転敗したいところですね、ラティフは、まあ、ここからね、その勝ち負けがちょっと見えだしたところですから、はい、ここからそこはやっぱ経験値が、あー、さすがですね。でここでやっぱり上がれる数字が出たところで、はい、湯野木さんがどれだけプレッシャーかける数字に67にできるかですね、うん、また出ましたね、出ました。前回まではまだ使ってなかったですね、あの技は、うん、まあ、新技後でね、ちょっと名前聞いてから、うん、あの技でもまだ一歩も外してないですからね、この3レグ目、今のところここで外さなければ本当にプレッシャーになりますね。ナイスです、すごいね、素晴らしいですね。ちょっと湯野木選手も今年なんかいいかもしれないですよ。はい、いや、まあまあ安定してますから。ここ大事ですね。今日調子のいい順平が、そうですね、入りましたね。これは入りそうですね。あ、早かった、3投目ちょっと、あれなのよね、順平の悪い癖で、リズムなんですよ、ちょっと違いましたね、今3投目だけ。まだ美味しいとこを吉郎さんが、ここは美味しいですね。計算ないであるはず、さすがです。あ、カメラ目線出ました、カメラ目線出ました、今腹立ちましたけどね。ああ素晴らしい、いやー、やっぱり、はい、ね、やっぱファーストの猪木さんのノーミスと、うん、この上がりの強さですよね、もう完璧ですね、すごいすごい、まあ素晴らしいですね、強い、はい、ということで、マックスフライト優勝は、猪木